しいね。もうちょっとでね、二つじゃないや、丸亀の駅に到着します。駅近くのアーケードでございます。近くのセブンイレブンに寄ってね、おにぎりを買ったりしながら丸亀から1110円のね切符を買いました。佐渡と行って、琴平経由で、あの佃って読むのかな、あの徳島の方に行くやつに乗ってですね、江口という駅まで行きます。なんかもうここら辺はね、電化されて電車が走ってるんですけどもね、なんか東京の駅みたいですよね。ここは丸亀駅でございます。朝のラッシュの時間でしたね。やたらとね、特急電車が行き交います。 JR 四国。気がついたら今僕はここにいた。気がついたら今僕はここにいた。四国の香川県の丸亀の駅にネットカフェで目覚めてやってきて臨行していきます。江口という吉野川沿いのね、江口という駅を目指しますね。まだね、ここはね、丸亀の駅でございます。各駅停車に乗り込みます。青春18切符はこの時は使っておりません。住宅街が広がっておりますね。高架の上をね、列車が行きますね。途中多度津駅なんかを通っていきますね。直通でね、土産線に入っていきます。これ多度津の駅を出たところですね、車庫があって、そして分岐していきますね。まあ各駅停車よりも先にね、特急列車とかがねありましたけどね、各駅停車の始発みたいな感じですね。そしてこれはね、琴平の駅がを過ぎて塩入りっていう駅ですね。琴平の駅で各駅停車を乗り換えたんですね。他のカメラで撮ってる映像でもしかしてあれば、また後日紹介いたしますけどね。塩入り駅を出発しますね。まあ塩入りっていうのはね、琴平から過ぎて南の方の駅でございます。そして今度はですね、この駅はさぬきさいだという駅ですね。ちょっと文字が潰れて読めにくいんですけどね、行き違いをしましたね。さいだ駅。そして吉野川が流れるね、盆地のようなところに降りてきました。ここはね、もう徳島県だったと思いますね。ちょっと県境はどうなっているかちょっと忘れちゃいましたけど、信長の野望なんかだとさ、香川県から愛媛県の川なんとかに行ってから高知県に行くんだけど、現代のこの土産線っていうのは一回徳島県に入ってから、土佐の方に行くんだよね。高知県の方にね。高速道路なんかはね、一回愛媛県から入って高知に行くみたいなね。そしてね、佃田という駅があってですね、まだここは手前なんですけどね、橋倉っていう駅をさっき過ぎたんだよね。橋倉という駅を過ぎて、
を渡って佃駅に向かっているところですね。盆地に住宅街が広がって真ん中に川が流れている。なんか徳島県の中心地よりちょっと離れたところなんだけども、交通の要衝になっていてね、結構人が住んでいるみたいな、そんなところ。吉野川だよね。なんか何川かっていつも分からなくなるんだけど、これ吉野川ですよね。吉野川を渡っていきます。電車でね、臨行している時に撮った写真なんですけど、これはね、琴平の駅を過ぎたあたりでね、撮ったやつじゃないかなと思うんですけどもね。まあ車内の様子でございます。そんなこんなで気がついたら今僕はここにいた。土産線のね、各駅停車に乗ってですね、吉野川を越えて、これは徳島県の三好市ですね。そしてもうじきですね、佃駅に到着いたします。そこで乗り換えてですね、徳島市方面に向かって進んでいきます。ここが佃駅駅でございます。まあちょっとね、乗り換え時間がありましたね。狭いプラットフォームですね、田舎の駅なんですね。まあでも土地は余ってると思うんですけど、やっぱり盆地になっているから土地がないのかな。山と山に囲まれた盆地のようなね、川が中心に流れているような、そういう谷がちょっと広がったような、そんな地形の。まあこう見えて結構ね、交通の要衝ですね。まあ阿波池田の方が大きい駅だと思いますけども、まあ通学の人とかね、そんな姿が見えてきましたけどね。そして福島市の方に行くね、この路線なんて言いましたっけ、ね、ちょっと忘れてしまいましたが、この路線に乗ってですね、ここはですね、三好町っていうところと東見、吉見町っていうのがね、入り組んでるんですけどもね、江口駅が東三好町ですね、そこで降りたところになります。三好町はね、飛び違ったようになりましてですね、その場所から川を渡るとすれば三好町になりますけど、一旦川を渡って、また戻ってきて、そして福島方面に向かっています。もっとゆっくりね、旅したかったんですけど、でも、本当に入った下りはね、このカメラでは撮ってなくてね、この今回の動画の中ではね、紹介してないんですけど、もしかしたらね、違うカメラでね、撮っていると思うんですけども、乗ってきた列車をね、見送って、今、橋が見えてますよね。あの橋を渡るとね、三好町に行けるわけです。もうそこがね、吉野川が流れているんですね。で、駅舎をくぐって自転車を組み立ててですね、そして出発するんですね。で、吉見町ね、川を挟んだ向こうが吉見市なんですね。あ、三好町、三好ですし、なんか知らないけど吉見って言っちゃうんですけどね、三好町でございます。まあちょっとね、このカメラでは撮ってなかったんで、もうね、これ渡り、こんな時でも、東三好側の、お前はしっかり、川岸をね、どうしたんだ、へいへい、ベイベー、歌なんか歌っちゃった、機嫌直してくれよ、いつものように決めて、ぶっ飛ばそうぜ、もう、雨上がりの夜
雲の切れ目に散りばめたダイヤモンド、こんな夜にお前に乗れないなんて、こんな夜に発車できないなんて。気がついたら今僕はここにいた。臨行してですね、この江口という駅で降りて自転車、僕の臨行袋が映ってますけどね、あの中に入っている自転車を組み立てて、そして出発するところでございます。本当にね、山に囲まれてね、なんかいい味出してるような、そんな雰囲気のね、駅前からね、この日の自転車旅が始まります。もうすぐそこにですね、橋があってですね、吉野川が流れているんですね。赤いポストもなんかいいですよね。そんなこんなでね、自転車旅のスタートでございます。自転車に乗り始めてね、すぐの橋をね渡ってですね、これ吉野川なんですね。対岸がね、また違う行政区になってまして、確かね、吉市だと思いますね。手前が東三好町でね、渡って引き返して、そして剣町ですかね、そっちの方に進んでいったというところでございますね。気がついたら、今僕はここにいた。四国のですね、徳島県に入ってきてですね、東三好町を走行しております。一瞬だけね、三好市に入ってからですね、また戻ってきて、今ね、列車が通り過ぎたのを撮ろうかなと思ったんだけど、もう過ぎ去ってしまいましたね。右側に線路があるんですね。全然見えないね。左側には吉野川が流れております。いい天気になりましたね。吉野川沿いにね、下りながらね進んでいます。でもね、平坦な感じでしたね。夏の日差し、赤い鉄橋、ここから剣町っていうところに入っていきます。剣町ね、綺麗な川ですね。徳島に流れる、なんだっけ、吉野川だっけ。なんか吉野川っていうとさ、奈良県に流れる川と間違えちゃうんじゃないかなと思っちゃって、まあいいや。そしてですね、まもなくね、美馬市に入っていきます。吉野川ってね、なんかね、旧吉野川もね、ところどころにあったりなんかしちゃってですね、人工の川なのかちょっとわかんないんですけど、ね、美馬市に入りました。本当はね、対岸はずっとそうだったんだけどね、剣市かな、そこを抜けてきましたね。そしてこの辺から吉野川市に入っていきます。そしてすぐのね、橋を渡って対岸に行ってから戻ってきて、川田駅からまた臨行いたします。川の向こう側は阿波市なんですね。また吉野川の橋をね渡ってまた戻ろうという下りをやります。ここはですね、川田駅かな、その周辺の橋ですね。
対岸が確か和紙だったような気がしますけど、そういうところでございますね。気がついたら今僕はここにいた。四国のね、徳島県にいますね。吉野川沿いにね、旅をしておりまして、自転車で、剣町からですね、美馬市に入ってからですね、橋を渡って対岸の阿波市に入ってからまた橋を戻ってですね、吉野川市の河田駅に戻ってきて、そこから鉄道輪行をしてですね、で吉野川市内のね、牛の島という駅があるんですけどね、そこまでね輪行いたします。まだここはね河田駅でございます。猫ちゃんがいましたね。本当は自転車でねずっと行こうかなと思ったんだけど、ちょうどね列車が来たんでね乗ることにしたんですね。そしてここが牛の島という駅ですね。ここからまた自転車に乗っていきます。四国の鉄道とそして自分の自転車を利用した旅でございます。何気ないこんなね駅をね利用するのも輪行旅の魅力でございます。ここにはですね上板市町、石井町なんかが迫っていてですね、駅で降りましたと。田んぼが広がって住宅街のそんな駅周辺でございます。他のねカメラで、ね、撮ってる映像もあるんだけど、それはまた後日紹介することにして、一瞬だけね上板町に入ってですね、吉野川沿いなんですけどもね、なんかね事故処理やってましたけどね。そして、石井町の方に向かって、南の方に向かっていきます。気がついたら今僕はここにいた。綺麗な田園風景ですね。これはですね上板町とかね石井町とかね、そういうところをね電車で移動した時に撮った写真でございます。まあねこんなところを通って僕は自転車旅をやっておりましたね。気がついたら今僕はここにいた。ほんのちょっとだけですね上板町に入ってですね、そしてまた石井町の方に入っていきます。四国の徳島県ですね、吉野川の近くでございます。そして石井町ですね、鉄道が走っている方に降りた駅はあそこなんですけどもね、ちょっと向こうの方に行政区の区坂があったんで行ってきて、また仙道のところまで戻ってきて、向こうの方に行くと徳島市があるんですけど、あの山の向こうにもう一つね行政区があるんで、そっちの方に行きたいなと思っているんですけどね。そうなんですね、トンネルを越えるとですね神山町というところにね入っていくんですね。トンネルをくぐった時点でですね神山町でございます。もうほんのちょっとしかね自転車で通らないんですけども、すぐ曲が川の手前で曲がるとですね、神山町から徳島市の方に入っていきます。まあ、徳島市内はですね自転車旅で昔来ているんですけどね、暑いね。そして川を渡っていきます。暑いんですよ。ちょっとね自販機で飲み物買って休んでからまた移動していきます。気がついたら今僕はここにいた。気がついたら今僕はここにいた。
四国の徳島県の徳島市の端っこの方ですね、神山町の方からですね、自転車で移動してきて徳島市に入って第二寺なんか風情がありますね。第二寺お寺のところを通って行ってですね、そしてちょっとしたね峠を越えて、ね、違う川のところに行ってちょっと遡っていくとまた違う行政区があるんですね。佐那河内村っていうのがあるんですよ。佐那河内村、ちょっとね他のカメラでね撮ってる部分がありますので、それはねまたね後日紹介しようかなと思って、ちょっと抜けている部分がありますけどもね。まあ入ったらねすぐね引き返して徳島市内の方に戻っていきましたね。時間がねちょっとね節約したかったんでね、自転車でね急いで、そして JR のね文化の森っていう名前の駅があってですね、こっからね時間が夕方余ってるのをね利用したかったわけですね。そしてですね、立ち江、立つ江と書く立ち江という駅、こっからね一区間だけ自転車に乗ってですね、小松島市からですね阿南市の方に入っていきました。ちょっとねこの辺ね暑いのとね疲労が溜まってましたね。なんかやっつけ感があるような旅になってましたけどね。立てかな、たしちょっと名前をちょっと忘れてしまいました。で葉の浦からまた輪行してですね、南町の端っこの駅まで行きます。山河内駅かな。ここで下車してですね、そしてまた自転車に乗り込んで南の方に行くと、麦町っていうのがあるんですけど、そっちの方に向かってこれから出発していくところでございます。気がついたら今僕はここにいた。これはね桑野というね確か愛南市内にあった駅じゃないかな。ここ止まりの各駅停車に乗ってしばらく時間を待って、またね次の列車に乗るということをやってしまいましたね。まあ何でもない桑野駅なんですけども、この次の日にね偶然ねこの駅からまた乗車することになるんですよね。なんかデジャブ的なそんな感じですね。そしてまた自転車に乗ってですね、宮町からね麦町の方に行くところですね。気がついたら今僕はここにいた。四国のですね南町というところがあるんですね。川越駅から電車、ディーゼル車を降りてですね自転車移動しております。そしてお隣のね麦町のね平川駅を目指して移動しております。麦町でございます。そして平川駅に着いた時にですね一本前の列車がねちょうどね到着しておりました。30分で着いちゃったんだよね。一本早い電車にギリギリで追いついたけど乗れなかった。今からね1時間以上待つんだよね。そういうことでございます。平川ステーション。平川駅の前はこんな感じ。何もありません。もうめっきり疲れてますからね、他に何かしようかっていう発想がないんですね。隣のね駅10
高知15分頃、17時15分頃出発して、この駅ね、で自転車に乗ってここまで来たんですよ。30分ぐらいで着いちゃってね、17時45分ぐらい、17時、この電車に、あとちょっとで間に合いそうだったけど間に合わなかった。駅に着いた時これが止まってた。でこれに乗るしかないんだよ。1時間以上待たなくて、1時間6分待たなくていけるということですね。で徳島に向かいますね。こっちからこう行ってね、ずっとこっちですね、こっちです。でもね、このね、雄大な山の景色、これはなんかね、心打つものがあってですね、反対方向の列車がやってきましたね。この日は青春18切符を使ってないのでですね、これには乗れなかったですね。まあ後日ね、この近くに泊まることになるんだけど、まだ行ってない行跡があったので徳島市に戻ったんですね。この景色雄大で好きだな。カラスが飛んじゃったりなんかしちゃってさ。今のやつがですね、これですね、18時16分発のやつですね、逆方向。18時51分に僕は乗る方が来ます。まだ30分。あと30分ぐらい、30分以上ありますね。ずっと待つんですね。35分後。まあでもね、こういうね、田舎。まあ、次の駅が終点なんですね。さっきの列車は。あれが引き返してくるのかな。麦駅ね。まあいいんですよ。なるほど。のんびりさ、列車を待つっていうね。まあ隣の駅まで行っちゃってもよかったけどね、自転車でね。まあいいでしょう。めっきり疲れてんですよ。そしてようやくやってきましたね。これに乗っていきます。気がついたら今僕はここにいた。文化の森駅を目指します。この駅にたどり着いてね、次のね、乗る列車にね、待ってる時に撮った写真でございます。誰もいない駅、たった一人でね、まあ雄大な山の景色を見ながら待っていましたね。遠くに来たなっていう、そういう気持ちになりましたね。こんな景色があったんですね。気がついたら今僕はここにいた。四国のね、徳島県の牟岐町でございます。その部川駅で待ちに待ってですね、自分の乗る列車がやってきました。ここからね、臨行してですね、徳島市の文化の森駅にを目指します。1300円ですね。青春18切符はこの時は使っていなかったんですけどね、まあ使ってもよかったかなと思うんですけど、駅からちょっと離れたネットカフェに、文化の森駅から歩いてですね、あのもうちょっとです、ね、1キロぐらいだったんで自転車を担いできました。ネットカフェに泊まってですね、徳島沖浜店ですね。次の日はこの写真はですね、文化の森駅に着く前に、途中駅、確かね、どっかの駅で撮影したんですよね。うん。阿南駅かな。そしてこれはまた違ってですね、文化の森駅で降りたところですね。この日のお昼頃にまたね、この駅からね、臨行したんですけども、臨行した駅にまた臨行して戻ってきた。
この近くにですね、ネットカフェがあって、そこまでね、自転車を担いで歩いていった、そういうところでございますね。気がついたら、今僕は、ここにいた。四国ですね。香川県の丸亀駅の近くのネットカフェから自転車で駅に向かって鉄道輪行をいたします。 駅を目指しております。お城が見えたので写しています。これはお城かな、分かんないけど。夜明け前でございます。そしてですね、丸亀駅から輪行いたします。各駅停車に乗るので特急は見送りです。この日は青春18切符使ってなかったのでね、特急電車に乗ろうと思えば乗れたんですけどね。そして鉄道輪行してですね、徳島県の東三好町の三好町であってるかな、江口駅を目指します。東三好町の江口駅から自転車に乗ります。そして橋を渡って三好市に入って、そして引き返してきて剣町を通ってですね、これは三好市なんですけども、まあ違うカメラでね、抜けてる部分は撮ってあるので、それはね別の動画で紹介することにしてですね、このカメラで撮った映像だけをつなぎ合わせております。そして剣町を通ってですね、この辺の映像も他のカメラで撮っているので他の動画で紹介いたします。そして三馬市に入って、そしてですね、ですね、そう、吉川市に一旦入ってから、阿波市に橋を渡って入って引き返してきて、川田駅からまた輪行いたします。江口駅から輪行して川田駅、電車が来るんで輪行したいなと思います。この川田駅なんですけどね、ちょっとね楽したいなと思って。そして輪行して牛の島という駅にを目指します。牛の島も吉川市なんですけどね、駅で降りたところですね。まあ間抜けてるんですけど、他のカメラで撮った映像はねまた違う動画で紹介することにして、とにかく上板町、石井町を通っていきます。石井町を通っていきます。そしてちょっとトンネル峠越えをやってですね、神山町にちょっとだけ入ってから徳島市に入っていきます。この辺の映像もね違うカメラで撮っているので別の動画で紹介することにしてですね、そして徳島市にちょこっと入っていきます。神山、神山市からですね徳島市に入ってから佐那小内村というところに入って引き返して、そしてね輪行して小松島市に入っていって文化の森駅から立石まで輪行して、立石から自転車に乗って阿南市の中にある葉の浦という駅まで自転車で行ってまた輪行するという、そしてですね
桑野駅でちょっと待ちましたね。桑野行きに乗って降りて次の電車を待って、これはその前のね、阿南駅に泊まっている時ですね。阿南駅を通ってから桑野駅に着いて次の列車を に乗ってですね、そして臨行して、この奈美町のですね駅から、最後の駅から自転車に乗って UFM でございます。そしてね、麦町の平川駅まで、自転車で移動してから、またね徳島市のね文化の森駅まで臨行いたしました。そしてネットカフェに泊まったということですね。気がついた今僕はここにいた。